こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。インド中国の小競り合いは睨み合いを続ける。インドもまた戦闘機の増強拡大を推し進める中、フツラファール戦闘機を導入している。F-35A ステルス戦闘機を導入するのではとの声もあるが、ロセイ SU-30 なども導入しているので、それはないでしょう。中国もまた、ステルス戦闘機をインドとの国境沿いに配備している。お互いの国で牽制し合っている状況に、中国は四方で睨み合いを続けるが、そのうち息切れを起こしそうだ。では、インド中国の国境状況を詳しく見ていきますね。2020年6月、インド、中国双方が互いに自国領だと主張する。国境未確定地帯、カシミール州ラダックにおいて、重火器は、未使用とはいえ、大規模な乱闘から死傷者まで発生する事態が起きた。ラダックは、これまでのインドと中国が激しく対立、今に至るまで国境の確定がなされていない地域だが、現時点においては、インドが実効支配し、その地域のインフラ整備を進めていた。これによるラダックのインド支配の強化を恐れた中国も、そこに向けた兵力を増強し、今年2020年6月の乱闘騒ぎにまで発展した状況だが、インド20名、中国40名以上の犠牲者を出すまでにエスカレートした。こうした陸上兵力に加え、7月末に、インドは、ラダックまで約900キロ弱の距離の、アンバラ空軍基地に、調達して、間もないフランス製ラファール戦闘機5機を送り込み、同機用の長距離空対空ミサイルも配備予定だ。これを、中国が単に出しして待つだけとは考えられないだろうと、見られていたが、その予測は、不幸にも当たり同じく8月に中国は、新疆ウイグル自治区のホータン空軍基地に、J-20 戦闘機を配備したという。これは、中国の SNS 上に配備された J-20 戦闘機を衛星写真で捉えた画像が、アップロードされたことで判明したもので、少なくとも2機以上の同機が、ホータン空軍基地に駐機している状況が明らかとなった。今回、J-20 戦闘機の配備が、このような形で判明したのは、あえて中国政府が、航空兵力を増強したことを知らしめる意図があったためとも言われており、インドの優位を牽制する動きだと考えられる。インドのラファール戦闘機は、いわゆる第 4.5 世代戦闘機であり、対して、中国の J-20 戦闘機は、同国初の国産ステルス戦闘機で、一応第5世代戦闘機に、分類されることから、空対空戦闘は、中国に分があるとも言える。インドと中国は、それぞれ、自国の航空戦力の増強を自画自賛するコメントを発しており、インド側は、ラファール戦闘機は、J-20 戦闘機に、対抗し得ると主張、自国メディアに自信を覗かせるコメントも出ている。一方で、中国の環球時報英語版の記事では、ステルス戦闘機である。J-20 戦闘機は、ラファール戦闘機に対して勝る性能であるとを伝えており、両国による争いはぜし戦の分野でも衝突を繰り返している。
アメリカのナショナルインタレスト誌では、ラファール戦闘機は完全な、ステルス戦闘機ではなく、また、中国の J-20 戦闘機に対してもアメリカの、F-22 ラプター戦闘機には、到底及ばないと指摘している。ただし、新疆ウイグル自治区のホータン空軍基地は、標高が、海抜1400メートルにも達する高地にあるため、大気中の酸素濃度が低く、燃料や兵装をフルに搭載した状態での戦闘機の離陸は厳しいと考えられる。こうした地理上の物理的な制約もあってか、中国はパキスタンのスカルド空軍基地に J-10 戦闘機を配備して、実効上での航空戦力の確保を図るなどの対策も言っており、どちらが優位か否かの判断は難しい。もともとインドとしては中国の J-20 戦闘機は南シナ海や台湾方面など現状の中国が最重要視している地域への配備を行うものと見ており、インドに同機が向けられる可能性は低いと考えていたと思われる。そのためインドの第5世代戦闘機の実現にはロシア製の SU-57 戦闘機を購入するか、またはロシアとの共同開発で新型機を模索するかという2つの選択肢に対する回答を決めかねていたのが実情だろう。インドのこうした見方は J-20 戦闘機の状況を見渡せばある意味当然とも言える考え方であり、中国は自国初のステルス戦闘機として J-20 戦闘機の存在を喧伝してはいるが、その実戦配備数はまだ40機ほどしかない。J-20 戦闘機は2011年に初飛行したステルス戦闘機だが、全長が 20.3 メートル、全幅が 13.88 メートル、全高が 3.94 メートルと大柄な機体で、双発の機関部と前方にカナード翼を備えたデザインが特徴だ。カナード翼自体はステルス性能の向上という点ではマイナスにしかならないはずだが、これを装備しなければならない点や肝心の機関部が未だ開発中であり、想定される最大能力の獲得には至っていないと見られる。こうした点からも、中国のインドに向けたホータン空軍基地への J-20 戦闘機の配備は臨時的なもので、かつインドが保有していない第5世代戦闘機を差し向けたという事実の流布を狙ったものと言えるだろう。インドと中国のカシミール州ラダックをめぐる対立は、これまで独自の勢力でもあったインドを急速に日本やアメリカ側に接近させる契機となる可能性もはらんでいる。特にインド自体がこれまで中国をいたずらに刺激することを恐れ、日本、アメリカとの合同軍事演習マラバールにオーストラリアを正式参加させることを承諾するかもしれないからで、今後の動向が注目される。